はい、今回2024年9月20日、昨日ですね、発表があった新型プリウスシングレードの方ですね、見積もっていって、専用装備で補助金、値引き額と最新納期の方ですね、紹介して、PHEV の方ですね、セダンタイプなんで、こちらですね、プリウス。2リッターのハビット、1.8 リッターのハビットと PHEV があってですね、グレード変更で PHEVG、こちらがですね、新たに追加した新グレードとなっていて、2リッターの CVT のニック、ニック専用車ですね。390万なんで、上級の Z ですね、70万安くて、従来 PHEV 一つしかなかったんですけどね、こちらの Z460 万しかなかったのが G グレード。安いグレードですね。70万。安くて、こちらは後に追加。専用装備として19インチ専用アルミ、切削後期ブラックセンターオーナメント付き、タイヤサイズ H9550R の19インチですね。あとはブラック金属調シルバー塗装のフロントドアグリル、グレースモークのギアコンビネーションランプですね、が専用装備となっていて、ボディカラーが全4色ですね。一番人気なのがホワイト、パールマイカ33,000プラスの2番目人気がブラックで料金かからなくてですね。で、3番目がアッシュガンメタですね。で、こちらがマスタードで、なかなか見かけないですよね、マスタード。新型プリウスの確か専用から新しく追加したカラーで、先代の黄緑に加えたですね、落ち着いた色で、イエローですね、選択、マスタードを選択して、で、シート時が上級ファブリック、グラディエントブラック、インテリアカラーはブラックですね。まあ、十分質感高くて。で、オプション類。まず、エクステリアからですね。でも、インテリア、確かセットオプション。ベーシック一押しセットがあって、フロアマット、ラグジュアリー、盗難防止機能付きナンバーフレームセット、デアックス、で、バイザーベーシックですね。3点セットがついてきて、58,300円。で、エクステリア。で、ナンバーフレーム、ベーシック、フロントリアってですね。デアックス、プロテクションフィルム。トヨタの場合ですね、フィルムでも高くて、7,120円してですね。まあ、ホンダの3倍近くしますけどね。で、フィルム、リアバンパー部分ですね。フィルムつけて、傷防止、17,600円。特に開け閉めする機会が多いでしょうね。充電コードとかの関係で。第一プロテクターがあって、樹脂、メッキタイプ、13,200円つけて、浸水ドアミラー。で、ここら辺ですね。19560は17インチ選択したわですね。マイナス112,200円。だ、50R。標準が 50R ですからね。50R の19インチなんで、2インチですね。低くなって下がって。で、インテリア、ホワイトイルミ。これは、足元部分ですね。フロントディア、点灯し26,400円。まあ、ここら辺もさっきのオプション含まれてるんで、外トレイ、13,200円。ラケッチ。で、今日はセカンドシートバッグもですね、セットオプションじゃないですけど、こいつにつける感じですかね。24,200円ですね。ラケッチトレイもあって、プリウス、トノカバー、アームレスト、スライドタイプ、こ
った方がいいですよね。80センチサイド可能で、途中40センチですね、真ん中で保持することも可能で、ここはまあまあ安いですよね。シートカバーとまあここら辺つけずに、サポートクッション、ベーシック、ラグジュアリー、セーフティー、管理仕様25,300円、メイクオプション。まあこれから涼しくなってくるというと、まだ最高気温35とか、地域によって40度近くありますよね。もうすぐ10月になってくるというのに、でまあここは辺もカーカバー防炎タイプ22,000、チャイルドシートがあって、ロックボルト、エクトニクス、充電ケーブル、まあここに PHEV 専用オプションですね、メイクオプションで15m ですね。まあ一応つけといた方がいいですよね。メイクオプションなんで8,250円。プロジェクションイルミ、ちょっと高いんでつけずに47,000円ですね。リバース連動ミラープラスサポートスマートキー、充電ケーブルホルダーがあって、ドイツできないですね。電源プラグコード、サイドウェルカムイルミ、かっこいいんですけどね、高いんですよね、64,900円。でナビオーディオ、パナソニックビーモニター、床下灯が表示付き、これメイクオプションなんですね、まあ、これつけといた方がいいんで。 ETC2.0 ですね、ついてきて88,000円ですね。でナビオプションがなくて、その他もなくて、でこれで見積もり結果で、で車用本体 PHEV G グレード390万で、オプション274,670円、そんなにつけなくてですね、まあこれだけメイクオプション込みでの価格で、諸経費が環境性能割、重要税が免税で、のか希望ナンバーとか ETC セットアップ料金とかですね、あと保証厚くしプラン込みですね、9,200円で、諸経費合計12,270円で、値切額の相場15万か20万が多くてですね。で、あとは補助金、国の補助金が55万円。で、東京都の場合、まあ、それは自治体によってですね、変わってくるんですけどね、東京都の場合が65万ですね。だから東京都でお住まいの方に関して120万ですね、補助金が出て。で、納期としては PHEV が使用開発ですね。今、ハビトの方が納期長めで半年以上納期が変わってきて、で、車用本体、メイクオプション、ディールオプション、諸経費合わせて総額、新型プリウス PHEV の G グレード、4,294,940円ですね。まあ、これに補助金120万、まあ、値引き額は20万前後として、補助金120万、値引き20万、140万、総額が引いてですね、まあ、端数を切って290万、まあ、300万ぐらいですね。こういうようなオプションをつけて PHEV のシングレードの G グレードですね、一括購入できるといった感じです。9月20日から発売ではなくてですね、9月20日発表日で、発売が10月1日からですね。はい、今回トヨタ新型プリウス PHEV G グレードを見つめながら、専用装備、同性のオプション関連に影響は、この相場、最新納期と補助金について紹介しました。